有吉さん、頭部に性器を持つ新種の魚がベトナムのメコン川で発見され、スミソニアン自然史博物館の魚類担当学芸員リン・パレンティの野郎がこんなことを言ってやりました。一見可愛らしい小魚ですが、体の作りは非常に複雑です。実は彼らのように頭と頭で性交渉をした方が効率がいいのです。おいパレンティ、それマジか。つまり頭にポコチンつけた方がセックスできる確率が上がるって話だな。了解、今すぐナタでチンコ切り落として眉間のちょっと上にくっつけてみるわ。有吉さん、もし手術が成功したらラジオネームを一角獣に変えます。勝手にしてください、ね、勝手にしてください本当。ラジオネーム一角獣で来た時も俺そんなビビらないよ。